ますますこの恐怖のタイガージェットシンの暴れまくる暴走ファイトが見られると思います。そしてタイガージェットシンのパートナーはキラー東赤俣。この2人は本当に暴走派レスラー、どういった試合になるんでしょうか。そしてこのシリーズではタイガージェットシン、キラー東赤俣組はインターナショナルタッグ選手権富山大会で馬場鶴田組に挑戦が決まっています。さあまだキラー東赤俣、タイガージェットシンの2人はリングの中に入ってきません。山田さん、またもやこのタイガージェットシンのですね、デモンストレーションが長引いてますね。そうですね、やはりね、この人の場合、このデモンストレーションをやっている間にですね、だんだん闘志をかきたてていくというか、はい、おっと、早くも天竜が捕まりました。天竜が捕まる、キラータイガージェットシンの攻撃を受けています。天竜、そしてキラー東赤俣が後ろからジャイアント馬場を押さえつけます。キラー東赤俣、そしてタイガージェットシン、ちょっとサーベルを取らないと危険ですね、無差別攻撃ですね。ちょっと天竜が捕まりました。天竜が捕まりました。控え室ではこの開幕戦、天竜はこのタイガージェットシンをとことん痛めつけるというふうに言っていました。おっと、これはカメラマンの何かバックですね。スチール製のバックですね、はい、またスチール製のバックです。そしてジャイアント馬場に攻撃を加えます。キラー東赤俣、いや長時間この天竜がタイガージェットシンに捕まってますね。そうですね、あのね、しかも狂気攻撃を受けていますので、ね、非常に危険ですね。今ジャイアント馬場がキラー東赤俣に攻撃を加えました。そして天竜のそばに行きます。まだタイガージェットシンは、タイガージェットシンはリングの中に一度も登場していません。リングの中に一度も登場していません。今度は石ですね。石攻撃で入った喉元に入りました。喉元に入りました。天竜は立ち上がることができません。そして青コーナーではジャイアント馬場が捕まりました。いやタイガージェットシンのこのいつものですね、立ち上がりの攻撃、この立ち上がりの攻撃が激しいですね。そうですね、非常に ねここでね、相手のね戦を制してしまうわけですね。はい、喉元への攻撃、そして最終的にはコブラスローがありますからね。そうなんです、要注意ですね。とにかくまだね、シャツ、コスチュームをつけたまんまですからね。はい、そしてキラー東赤俣がジャイアント馬場に攻撃を加えます。山田さん、外人サイドの2人の連携がいいですね。とにかくの、初めてだというんですが、悪の連携は抜群ですね。はい、まあ、今のところ、はい、お互いに何か行動している感じですよね。青コーナーに本席の机を立てかけました。そして天竜を持っていく、天竜を持っていきました。荒れていますサマーアクションシリーズの開幕戦。そしてこれは受話器ですね。電話機ですね。電話機を持って攻撃を加えます。タイガージェットシンであります。いやー、天竜はもう一度も立ち上がることができなかったですね。今までやられっぱなしですね。はい、もう一回攻撃を加えます。この電話機を持ってのタイガージェットシンの攻撃、タイガージェットシンとしてはですね、あの 6-8 の蔵前決戦、まあ、反則暴走でジャイアント馬場から PW ヘビー級の王座を取ることができなかった。しかしタイガージェットシンとしてはどうやら正念場をこのシリーズに置いているようですね。当然そうですね、まあ、あの前回のシリーズではですね、まあ、タイトルを取るチャンスも十分あったんですが、はい、わざと狙いをこの次期シリーズに置いてきたと見ていいんじゃないでしょうかね。ということは 6.8 蔵前決戦の反則暴走負けというのは計算の中にあったということですか。まあ、今にして思えばね、そういうことも推理できますね。なるほどね。さあ正式に試合がリングの中に始まっています。天竜に攻撃を加えますキラー東赤俣。来週の熊本大会では鶴田のユナイテッドナショナルヘビー級のタイトルマッチに挑戦であります。このキラー東赤俣、まあ、いきなりこのキラー東赤俣がですね、シングルのしかもジャンボ鶴田の王座に挑戦という権利を手に入れましたね。はい、まあ、やはり蒲田の場合ですね、過去に BWF のヘビー級王者であったというような実績もありますしね、まあ、資格的には、ね、問題はないと思いますね。なるほど。それからこのシリーズのですね、タイガージェットシンとキラー東赤俣の連携プレー、初のタッグチームですよね。はい、今のところね、まだ連携というところまではっきり出ておりませんが、はい、お互いにね、なかなかの悪党であるという進化が出てますね。さあタイガージェットシンが入ってまいりました。バック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 ドロップ、天竜のバックドロップ、正義感に燃えます天竜になります。
しかし急所攻撃から髪の毛を掴んで、あっと喉元への攻撃、いやーエキサイトしてますね。そうですね、非常にあのシーンがね、はい、早い攻撃を見せましたね。早い攻撃、そして今ジャイアンツとボールが入ってまいりましたが、これは正式なタッチをしていません、ノータッチですね。ノータッチですね、ノータッチです。やはりね、あれだけやられますとね、ジャイアント馬場としても黙っておれんと、はい、いうことでしょうね。そしてジャイアント馬場がキラーとアカマッターに攻撃を加えます。攻撃を加える。どうやらレフリーのグラインドをうまく利用いたしました。ジャイアント馬場であります、まあ、ジャイアント馬場も 6.8 蔵前決戦、タイガージェットシンとの一戦を振り返りまして、まあ、本当に気分的にスカッとしない後味の悪い試合だというふうに振り返ってますよね。やはりね、ああいった形の反則暴走ということではですね、お互いに本当の力を発揮できませんからね、はい、さあ、馬場が倒れました。馬場が倒れます。タイガージェットシンがイス攻撃、そして天竜がイス攻撃、天竜がイス攻撃だ。天竜が燃えています。天竜が燃えています。まあ、天竜がですね、ものすごくエキサイトしているのは、前のシリーズで上田とタイガージェットシーンにですね、痛めつけられたその仕返しをこのサマーアクションシリーズで徹底的にしてやるというふうに言ってますね。そうですね、まあ、今の天竜はね、はい、本当に燃えてますよね。どんな場合でもね、自分からね、危ないところへ積極的に飛び込んでいくという、その危険なね、そのポジションをね、俺に任せてくれた言わんばかりですね。はい、まあ、天竜の胸板あるいは腕のあたりにですね、上田タイガージェットシンにつけられた生傷が痛々しいですよね。もう生傷耐えたことないですね、はい、ちょっと待ってください。タイガージェットシンが何か右手に掴んでますね。鉄の棒みたいに見えますね。鉄の棒のようなものを右手に持っています。この右手の鉄の棒、狂気攻撃であります。タイガージェットシンの狂気攻撃。さあジャイアントボムが捕まっている。ジャイアントバムが捕まっている。今度は天竜が攻撃を受けました。いやー完全にこれは30センチほどの長さがある鉄の棒ですね。そうですね、はい、早くもこのサマーアクションシリーズの開幕、武蔵民体育館狂気を使います。鉄の棒を使ってね、何かチンロック風にフェイスロック風に持っていってますね。これはちょっと危険ですよ。あるいは口の中にでも入れてるんでしょうかね、ちょっとよく見えないんですよね、はい、長時間攻撃を加えます。リングの中は馬場と平戸若松の試合を進めています。リングの中のレフリーの上昇位置は気がつけませんね。そうですね、はい、全くリング下でこうブラインドされてますからね、はい、強攻撃です。タイガージェットシンの強気攻撃、馬場が平戸若松に16番、カウンターの16番攻撃。逆サイドの方では天竜が捕まっています。天竜が捕まっている。強気攻撃、タイガージェットシンの強気攻撃、そして対角線上青い鉄柱を持っていきます。ジャイアントの攻撃、しかし天竜が強気攻撃を受けました。天竜が長時間鉄の棒の攻撃を受けました。キラーと赤旗が捕まっていますが、いやいや、もう本当にもう四角いリングの中には誰もいませんね。そうですね、リングの中には誰もいません。キラー東赤旗の視界が割れました。流血大王キラー東赤旗、ものすごい流血になりました。そして放送席の目の前、タイガージェットシンの狂気攻撃、天竜が今やっとエプロンのそば、そして馬場に攻撃を加えます。タイガージェットシン、タイガージェットシンの攻撃。タイガージェットシンはこのシリーズ7月30日の川崎大会 BW ヘビー級の王者ジャイアント馬場に再度挑戦が決まりましたね。そうですね、まあね、とにかくこのシーンのね、暴れっぷりとね、鎌田の暴れっぷり見てたら連携は今のところないんですが、はい、まあ、とにかく個々の力だけでも大変なもんですね。なるほど、まあ、タイガージェットシーンとしてはですね、俺一人でも大丈夫という、いうようなことも言ってるようですね。当然ね、そう言ってますよね、やはりこれだけの力ってのは大きいですよね、はい、しかし天竜の復讐ですね。天竜が頑張ります。天竜が頑張りました。流血大王の額を攻撃目標に捉えました天竜。さあ天竜が自分のコーナーに持ってくるか。円錐蹴り、円錐蹴りを見せました。今度はドロップキック、タイガージェットシンにドロップキック、そしてサウスポースタイからパンチ攻撃、いや捕まった。後ろからキラー東赤旗が行く。後ろからキラー東赤旗、あっと狂気攻撃、タイガージェットシンの狂気攻撃、タ
タイガージェット新の狂気攻撃、今レフリーのジョー・キムちゃんの攻撃を加えましたね。しかしね、もう完全にね、その目の前で行われた反則行為ですからね、はい、これはレフリーは許さないでしょうね。全くこのレフリーというものを無視しましたね、はい、レフリーを無視しましたタイガージェット新の反則攻撃。天竜も相当出血してますね。天竜の顔もものすごい血だるまであります。さあリングの中、ジャイアント馬場に攻撃を加えます。ジャイアント馬場に攻撃を加えます。タイガージェットシン、さあ試合の方は8分30秒天竜ジャイアント馬場組が反則勝ちを拾いました。キラー東若またタイガージェットシン組が反則負け、こういった判定が下ったんですが、いやこのリング上を見ているとですね、まるでもう何かこう試合というような感じもないですね。そうですね、まあしかしね、このシンにしても、はい、鎌谷にしてもお互いが思い思いにやっているんですが、はい、結果から見ますとなかなかいいチームになってますね。なるほど、まあこのシンとですね鎌谷組は再来週の富山大会でですね馬場鶴田のインタタグ王座に挑戦するんですが、連携はどうですか。非常にね、今のところねいいという言い方ができるでしょうね、ほとんどタッチらしいタッチも見られませんでしたけどね、しかしね結果的にはね、うまくね戦力が重なり合って、非常にプラス面が出てますよね、はい。まあ、2人の暴走派ファイターがですね、レスラーがこの手を握ったということで、どういう風な連携プレーを見せるか非常に楽しみだったんですが、今のところこの連携は成功と見ていいですね。そうですね、まあ、さらにねこれがね、はい、何回か回を重ねていけば、はい、相当のねそのいいチームになるんじゃないかという見方ができますね。一方このジャイアント馬場選手でありますけれども、まあ、このシリーズ始まる前にですね 6.17 テキサスアマリロでこのブルーザーブロードのインターナショナルヘビー級王座に挑戦してきたんですが、まあ、引き分けということで、リングアウト引き分けということで、タイトル奪取なりませんでした。そういった意味も含めましてですね、このシリーズもう一回自分自身のエンジンに火を点火して頑張ろうという意欲があったんですが、開幕戦を見る限りちょっとジャイアント馬場選手これはあまりうまくないですね。ちょっとね、正直に申し上げまして出鼻をくじかれたと、はい、まあ、ただねこの人自力のある人ですからね、はい、もうじわじわとね燃えていくと思いますよ。なるほどね、まあ、夏の陣はですねジャイアント馬場選手は、得意中の得意ですからね。そうですね、夏男ですからね、この後のジャイアント馬場選手の頑張りを期待したいと思うんですが、今日のところはどうでしょう。天竜ジャイアント馬場組は勝ちを拾った、そんな感じですね、はい。まあ、結果的には勝ちですが、内容的には散々やられましたね。散々やられましたね。まだキラー東若又が暴れています。キラー東若又が暴れている。そして今放送席の目の前、天竜が通過しましたが、天竜の顔を見ましたか山田さん。いやー相当いい、ものすごい流血ですね。そうですね、いやー端正な顔の天竜が、いやーものすごい血だるまの表情であります。試合の方は天竜ジャイアント馬場組が反則勝ちを拾ったんですが、いや天竜馬場組はもう怒りが収まりません。特に若い天竜としてはですね、このまま引き下がれませんね。いや、 やっぱりねまだまだね、そのほとんど試合らしいね、はい、試合をやってないだけにね、はい、そのもう腹の中が